対中非難決議案が骨抜きに、国民の期待より何を重んじて。去年見送られた中国のウイグル人権問題をめぐる国会決議について、自民党は来月1日にも採択する方向で各党と調整。決議は去年超党派の議員連盟が採択を目指したものの、与党内の慎重論で見送られていました。今回の決議案は非難という言葉を使わず、人権侵害ではなく人権状況との表現になっています。昨年の通常国会6月時点で、日本維新の会、国民民主党、立憲民主党や自民党外交部会が対中非難決議案の了承手続きを終えていたが、決議に慎重な公明党に配慮した自民執行部の判断で葬られた。義憤を感じた議員を中心に、今国会開催までに日本ウイグル国会議員連盟、古屋圭司会長や南モンゴルを支援する議員連盟、高市早苗会長など複数の議連による原案をもとに調整が行われ、野党側からは大筋合意が得られていた。だが、中国政府による新疆ウイグル自治区などでの人権侵害行為を非難する国会決議が2月1日にも採択される見通しという。2月4日の北京冬季五輪の開幕前に日本の国会の意思を表明することは大事だが、肝心の中身がふやけている。表明するのは国の意思、すなわち日本国民の願いでありたい。決議の文案は昨年末、自民・公明両党間の修正協議で当初案の非難決議から非難の2文字が削除され、人権侵害は人権状況に変わった。文中に中国という国名もない。日本国民は巨大中国という虎の尾を避けて通ろうと思われる。フランス下院が20日に採択した、中国が新疆ウイグル自治区でジェノサイド、集団殺害、を犯していると非難する決議とは雲泥の差がある。20日の衆院本会議で日本維新の会、馬場伸幸共同代表は対中非難に値しない骨抜きの決議案と批判し、自公執行部の対応は中国政府におもねるもので言語道断と述べた。対する岸田首相は決議の採択は国会で議論いただくべきものだと白々しく述べた。どの国の何の行為に対して非難を出すのかを明確にしなければ、全く相手には届かない。民主主義陣営の普遍的価値である人権に覚悟を持てぬ国と見られれば、これほど国益を損なう行為もあるまい。日本が共にいたい西側自由世界は、日本は民主主義チームから外れ、レッドチームに加わったと軽蔑するだろう。国益とは経済的損益のみを指すものではない。やはり日本人は権人不罰の意思を持って自由と民主主義を守るために立たないのか。朝日毎日共同などは触れたがらないし。お聞きいただき感謝申し上げます。